わー、最強。来た。嬉しい。めっちゃイケメン。え、ちょっと待ってよ。マジ？本当？本当？めっちゃイケメン。もうほんと、言ってよ。言ってよ。いやいや、違いますよ。ただ見たかったってだけで、別にそれでそこからじゃあ家に上がり込んでとか思いませんよ。すっごいっす。あー、待ってた。はい、スマホ食べてって、別に待たなくていいよ。そういう文化いりません。え、やばくない？うん、いただきます。え、やっぱ、うん、いや嬉しいね。やっぱ嬉しい嬉しい。いきます。うーん、まっ。あ、美味しい。うん、久々食べたね。そうそうだっけ。そうでもないっけよ、わかんない。うん、まっ、美味しい。うん、まあ、この間サイゼリヤで食った。うん、サイゼリヤ行きたいな。大好き。美味しいよね。うん、いろいろ気にせず飲んで食えるの。どうする、全体かける？うん、お願いします。うん、美味しい。美味しいな。うん、こういうさ、うん、こういう4種類入ってるやつってどこ食っていいか俺わかんないんだけど、多分、うん、こうよね。そうだね、こことここだと思う。あ、なんか気使わない？4種類のやつって俺すんごい気使っちゃうんだけど、なんか誰がここ食うかなみたいなさ、あ、思っちゃう癖があるの。だから好きなとこ食べなさいよ。そうなんだけど、だからさ、1種類ずつとかの方が俺は楽。ああ、気持ち的に。そうなんだね。うん、俺はなんかその4種類とかのやつを頼みたい、楽しみたいから、うん、いろんな味を。あ、ふわふわだ。美味しい。美味しい。でも朝からさ、お腹空いたって言ったらオムライス作ってくれたの。うん、優しい。なんか最近優しいよね。うわ、出たよ出たよ、キモ出たよ。そのおかしくない？何褒めたらなんかキモとか。おかしいよ。やましいことあるやつじゃん。ないじゃん。で、はあ、褒めないで、恥ずかしい。どういう顔していいかわからない、褒められたら。これなんで？もうどういう顔していいかわからないもん。嬉しいって言うね。ありがとう。いや、だからそれは、うん、今あんた忘れてるかもしれないけど、一応これラジオでいう公開収録的な感じなんだからね。そうなん？わかりやすく言うと、うん、ちょっとわかんない。なんでわかれよ。だからみんなが見てるってことじゃん。ああ、そういうことね。うん、だからちょっと恥ずかしい時あるよ。いや、二人の時もあんた恥ずかしがってるよ。で、なんか逆に文句言ってくるじゃん。してよ。ちょっとそういうのどうかやめた方がいいと思う。素直に、あ、ありがとうございます、嬉しいっていう方が、ハワイよりね。え、でもそれ、なんか、まあそれもいいんだけど、うんうんうん。その先なくない？それか、もうめっちゃ、チョッパーみたいに、デリデリしながら、嬉しいのを隠せない感じで、うるせえよ、バカ野郎みたいな感じだったら、もっと可愛いかもしれない。うん、いや、見てくれてる人分かってくれてると思う。別にいつもいつもすごいとんがりとんがりじゃないでしょ。とんがりコーン、そうじゃないから。うんうん、うん、大丈夫、分かってる。いつもえへへ、ありがとうありがとうとか言ってたらさ、うん、まあそれもいいんだけど、うんうんうん。結局いいんかい。なんかボロクソ文句言われるよりかはいい。まあね。うん、え、なんか食えるね。食べれる。食べたよ。食べます。うん、食べてんのに食べてって言うよね、あんたね。どんどん食べてます。今食ってま、え、今口に入れてますけど。みたいな、あるよね。言う。気にしないで食べてねっていう俺の優しさも。うん、ありがとうね。うん、怒られてはないけど。うんうん、多分お母さんとかと一緒よ。うわ、最強かよ。てか、いいね、この昼間に、休みの昼間にピザとか。うん。夜だったらさ、ちょっと次の日のこと考えちゃうけどさ。昼間だったらさ、うん、全然考えなくていい。うん、なんだ、そんなの。やっぱこういうの食べるときは昼間がいいよね。そうだね。ラーメンもそうだけどさ。二人だからこういうピザとかいけんじゃん。うん。例えば他の人が遊びに来たりしたら、やっぱ作ってあげたいが強いからさ。はい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 。やっぱ二人だとね、こういうのできたり。そうね。うんうんうん。うん、どっちも好き。すっごい、なんか具めっちゃ乗ってない？うん。え、これさ、あ、これも、
ここの、あれなんだ。多分そうだろうじゃん。でも、やばくない？え、だって。もうそんな言うなよ。いや、いいんですよ。いいんですけどね。いいんですけどね。言うなよ。え、食べていい？うん、食べていいよ。え。じゃあ、ゼノベーザ好きじゃん。好き。うん。多分、ここがあれなんだろうね。マルゲリータの部分なんだろうね。ゼ、うんうん、ノベーザソースのっていうのが。はい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 。ああ、美味しい。なんかもう幸せかも。うん。うん、幸せかもっていうの、かもが、なんかドラマでやってたんだけど、幸せかもって言ったら、かもがちょっとうざいみたいになってる。うん。幸せじゃん、あなた。それでかもとか言っちゃってるところみたいな。うん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 。まあ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 、うん。いいんだけどね。意味わかんないね。まあまあまあ、5% はわかる。言いたいこと。幸せかもしれないってことじゃない？うん。のかもがいらないって話。うんそうよ、いらない。幸せなのか幸せじゃないのかはっきりしなさいよって。じゃあ、じゃあ幸せなくせにカモとかつけてるところって話。ああ。幸せですっていいって言って。保険作んなみたいな。じゃあ見せびらかしてるみたいな感じなんだな。おぉ、そうなんだ。カモを言うことで。よくわかんない。それ Z 世代。わかんない。なんか最近ドラマでやってたの。うん。いいのよ、別にどこでも。自分が話し始めたんじゃないの？どうでもいい話を自分がね。でも世の中どうでもいいようなことばっかりよ。まあね。はい。うん。いや、でも俺もちょっとお腹いっぱいになってきた。うっそー。ほんと。ほんとよ。じゃあ1枚でよかったよ。1枚じゃ足りなかった。ああ。うん。ちょんちゃんもあれじゃん。ペースをゆっくりになってるんだよ。ゆっくり食べさせてくれよ。もう夏よ。今日、夏日。もう冷房つけたもんね。そうだね。うん。え、何？初対面ですか？季節の話、道路の話、ない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 の話が詰まった時の喋る。そう、ネタ。天気の話。なんで？珍しい。うん。いや、だってそうよ。だって散歩の時もすっごいさ、暑そうだったしさ。一生工事してんじゃん、ここら辺。めっちゃね。いや、そうなんだ。わかんない。だって、俺ら引っ越してきた後ぐらいからなんか、うん、マンション建ったりとかさ、うん、そこら辺の家ができたりとかさ、道路の前とかさ、で、すごい狭いからさ、行き来もできないしさ、人も通れないぐらい狭いからさ、うんうん、で、ずーっと工事の音しててさ、全然、なんか、誰が悪いとかそういうあれじゃないけど、うんうんうん、平穏に、過ごさせていただけないですか？なんか休みの日に限ってさ、なんかすっごい近くでそうそうそう工事しててさ、うん、嫌になっちゃうね。そう、だから本当に人も通れないぐらい狭いからさ、うんうんうん、もう無理よ、うん、出れないよ、本当に全くできない。だからなんか重機がある横とかをこうやって通っていってるもん、すんごい、なんか人一人横で入るのぐらいのすんごい狭いとこ通ってる。ジュースなくなっちゃった。いや、なんだ。大丈夫。うん。やさっき。誰が？翔ちゃんが。ん？なんだよ。本当に。本当素直じゃないね。あんたも優しいとか言う割には、動画以外で言わないよね。嘘つけ。言ってます。言ってない、言ってない。言ってるよ。言ってる。じゃあ今度録音しとくわ。言ってないよ。本当に。なんか言ってるよ。何もかもいい風に見せれるからさ。本当にずるいなって思ってて。そんなことない。じゃああんたも言えばいいじゃん。何が？りょうちゃん優しいっつって。何が？動画で。そんなに軽く言うからさ安くなんのよ。そんなに取っておきの時に取っときなさいよ。いや、普段から言うのがいいんじゃない。好きとかもそうだけどさ、うん、だから普段から言ってないんだって。好きって、あ、優しい、優しいって。え、優しいも言ってると思うんだけどな、うん。まあそっち側で言わないとね、嘘になっちゃうからね。どういうこと？それじゃあ、まあたくさん食べてね。ありがとうございます。食べれる？食べれる。なんでそんなよそよそしいの？いや、なんかうるさいなと思って。誰が？いや、たくさん食べてね。はい、食べ、いただいてます。ありがとう。いや、ほら、何？優しさじゃん。いや、もうやめない。もういいよ。違う。もういい、もういい。違う、聞いて、聞いて。何？聞かれ、聞かれ、聞かれ。聞きませんよ。聞いてって。何？
ほら、なんか、翔ちゃんさ、数数えるじゃん。いつも、なんか、ご飯食べるときとかにさ。うん、うん。例えば、餃子が6個ありました。3、俺も3個食べたから、あと、両家の分ね、みたいな感じで言うじゃん。別にいいのに3個ずつとかじゃなくて。はい。だもう、4個食べたかったら5、食べればいいし、5個食べたかったら食べてればいいのよ。で、これもさ、多分、数えてたでしょ。今何枚食べたみたいな。まあまあ。だから、気にしてるだろうなと思って。いや、いいよ。気にせずに食べてね、っていうこと。お寿司パックで買うでしょ。はい、で、いろんなネタがあります。で、俺がイクラとウニが好きなの、翔ちゃん知ってるから、だいたい売ってくれるのね。で、翔ちゃんに、あ、その代わりつって、卵とか、あの、マグロとかね、アナゴとかあるよね。ほんと食べたいの？ウニとかイクラとか。だって、食べたい。嘘だよ。だってさ、回転寿司行った時絶対頼まないじゃん。いいのよ、僕、100円寿司で。なんで150円とかいろいろ全部150円とかするけど、俺100円とかでいいのよ。300円とか頼む。うん、いいのいいのいいの、俺は。だってせっかく行ったのにさ、食べたいもん食べたいじゃん。いいのいいのいいの。なんでそれでも後で言わないで、それがいいんだからさ。言ってなくない？ウニ食べたいとかいくら食べたいって今言ったやん。だから、うん、うん、まあまあまあ、思ってるけど別に行動を移さなくてもいい。うん、じゃあいいよ。ね、今度からくれなくて、うん。いいのよ、別に、俺は。好きでやってんでしょ？うん。一人で回転寿司行くんだったら、うん、もしかして高いの食べてるからも、いろいろ。あ、へぇー、うん。逆に、一人の時は、本当に100円の、うん、なんかハンバーグとかさ、うん、コーンとかさ、うん、そういうの、ツナとかさ、そういうのばっかりしか食べれないと思うんだけど。そんなことないのよ。なんで俺と一緒の時はそういう、あ、何？嫌がらせ？いや、違う、あんたを立ててんのよ。なんでよ。なんでそれが立てることなの？あなたが好きなやつをあげるし。うん。うん。俺はいいのよ。あんたがどうでもいいやつを食べればいいの、僕は。それも母親みたいな感じになってんだ。子供たちに。違うよ。選択させて、自分はもう質素な、もう。母親じゃない。なんの？じゃあ何の？旦那様として。いいよ。いいの、いいの、いいの。俺、翔ちゃんにもっといろいろ食べてほしいもん。本当はね。まあね、うん。うん。好きなものを好きなだけ食べてほしいもん。うん、好きなものも。もう我慢とかしてほしくないもん。まあまあまあ。うん。じゃあ今度からね、ちゃんと食べて。どうかな。ないね。うん。相手の方がたくさん食べてて、うん。割ったら高い、もの食ってるのを割り勘したいの。どういう、あれなんだ、わかんない。恩を着せようとしてるの？そこまで考えて、そこまで考えてないけど。あ、うん。そうそう、相手の方が絶対食ってるな、こっち損だなっていうのを割り勘したいの、俺は。あ、軽くおごってる気になるの？そういうわけじゃなくて。そういうわけじゃん。あ、でも、どうなんだろう、わかんない。この感覚がずっとあるからわかんないな、俺。身を犠牲にしてみたいな。うんうんうん。そうそうそう。やめた方がいいと思う。なんで？なってないじゃん。ほんと？ずっと。そのうち言われるんでしょ？うん。もう何十年もあんたのために、私は、俺は我慢してきたんだ。いらないよ、そんな。もうこれ、今録画されてるからね。後でもうそれ言われたら、これ見せるかな、この動画。やめてよ、ここの部分カットするの。俺食べないの本当？ちょっともうゆっくり食べる。食べ終わっちゃうけど。食べ終わっていいよ。本当？食べていいよ。全然食えちゃうんですけど、うん。だって食べようと思ったらまた別のもの食べれるもん。ああ、俺もう聞いてもらいたいことがあったわ。みんなに。あなたじゃない。俺本当はね、ずーっと、じゃあそれまあ、いろいろ気にせずって言うなら、うん、俺本当はりょうくんって言いたいのよ。うん。どんな時も。うん。その理由は？なんかそれこそ、あなたを立ててる気持ち。ああ、やだ。嫌なんだって。嫌だ。りょうちゃんがいいんだって。りょうちゃんがいい。なんか可愛くない？年下の子が組んで呼んでくるの。ジャニーズかよ。違う。いや、なんか嫌なんだよね。翔太にりょうくんって呼ばれるの。バカにしてると思う。バカにしてるとは思わないんだけど、うん、なんか、立ててる、立てたいみたいな感じで言うじゃん。うん、でもなんか翔ちゃんさ、対等でいたいっても言うじゃん。なんかりょうちゃんの方がさ、なんか対等な感じがしない？より仲がいいみたいな。でも高いの全部あんたにあげてるよ。食べ物じゃなんだだって。別にそれでも割り勘ですけどね。しっかり。もう早速言うやん。
何が確かに。あ、そっか、言いますよ。割り勘が好きなのに。うんうんうん。いいけど。うん。なんかな、ようちゃんがいい。なんとなく。まあ、いいんだけど、どっちでも。うん。じゃあ、俺も、ん？翔太くんって呼ぼう。いや、それはキモい。